こんにちは、こんばんは、おはようございます。ちょっと変な感じだけど、はい、オウム真理教、まあ元ですね、元オウム真理教の教祖の麻原彰晃こと松本智津夫さん氏が死刑執行されましたということです。これあのね、事件が起きたのが、逮捕したのが23年前だから、その前から結構、サリン事件とかいろいろと、横浜に住んでたんだっけか、横浜か鎌倉かどっかに住んでいた弁護士一家を、まあ拉致という形で連れ去って、でその後死体として見つかったという事件も含めて、いろいろとね含めて事件がありましたが、まあそのことも全部含めてその教祖である麻原氏が命令をしたっていうことで、まあ死刑を宣告されたっていうことですね。いや、もともとはこの人は目が悪いので、養護学校というのかな、そういう学校に行ったと。で、まあいろいろとその中で大人になるにつれ、自分はまあ予知能力みたいなことがあるんだと言い出して、しかも私は神の子だみたいな感じで言ってたのを、小さいながらもあのテレビで見て、怖いなこの人っていうふうに思っていました。で、あの選挙っていうかさ、あの政治の方にも出てたんだよね、衆議院選か、まあその松本死刑囚も含めて、あの誰だっけ、まあ、あの 元信者っていう人たちですね、今はもうあのアレフという名の団体にいる人たちとか、あと光の輪だっけ、また別団体のに所属している人たちも、もともとはオウムという中にいたんだよね。でやっぱりその中でも思想がちょっと違ってきて分裂したっていうことなんだけど、なんかね、やっぱりこの人はちょっとおかしい、まあ言葉悪いけどおかしいよね、精神的におかしいんじゃないかっていうふうに思われる節があったりとかするんだけど、でも急にあのまあこういう裁判だとか、あの弁護士さんとかに接見すると普通のそのまともな話をするとかっていうことがまあ多々あるようでした。
まあ、ある意味精神疾患があるんじゃないかみたいな感じで言われていたんだけども、まあ、まあ言葉は悪いって言っちゃ悪いけど、なんだろう、多重人格的なものがあったんじゃないかなと思って、まあもちろん松本智津夫というに人格はあるんだけども、その他に、まあ、オウム真理教の教祖の、麻原彰晃という人格もあり、また別の人格で、まあ、ブツブツ言うちょっとネクラな人物もいてとかっていうのが、まあ、あったのかな。まあね、他のそういう改正なんとかっていうふうに多重人格は呼ばれるんですけど、まあ、その人たちから見れば一緒にするなと言われそうなんですけど、少なからずそういう部分もあったんじゃないかなと思ったんだよね。本当に何て言うんだろう、その多重人格という部分に、焦点が当てなかった、そのお医者さんがね、どっちかっていうとその精神疾患ありきで物事を見ていた部分があるんで、多重人格というのが見えなかったんじゃないかなと思ったんだけど、どうなんだろうね。なんか一説にはさ、この松本智津夫死刑囚が死刑執行されるのはまだ当分、ま、先だろうっていうふうに、なんかね、都市伝説的なことで言われてたんだよね。で、それはなぜかっていうと、やっぱりいろいろこれまでに事件を起こしたんだよね。起こしたから、それの、地下鉄サリン事件だったり、松本、違う、その弁護士一家の事件、あと松本サリン事件とかいろいろとね、事件があるんで、それの本当にそこの底まで自供を取るまでは死なせないって言っていいのか分かんないけど、そういうふうなことをするんじゃないかと。まあ結局、執行されましたね。彼の娘さん、まあ今でも教団の方にいる人と、何番目かの娘さんがもうそういう決別したオウム真理教だったり、まあ今ね、別々の教団組織になっているアレフだっけ、あと光の輪とかっていうのと距離を置いている、まあ娘さんも何人かいらっしゃるとかっていうのを聞きましたが、どうなんですかね、彼女の意見っていうか素直な気持ち、もうちょっと聞いてみたいなと、ちょっとふと思いました。
ね、自分の親が、まあね、こういう形で縁切りしていますが、病気とか事故とかそんなんじゃなくて、ね、別れてしまうっていうことがどう思っているのか、ちょっと聞いてみたい気もしますね。ちょっと難しい問題です。皆さんこれをどう思っているのでしょうか。それでは皆さん、さようなら。